皆さんこんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日は好天に恵まれたおかげで白熱したゲーム展開が予想されます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが大分トリニータと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。サポーターの声援が聞こえますね。ええ、選手たちも気合が入ると思いますよ。ホイッスルで試合開始です。主審が笛を吹きます。早い時間でのファールですね。早い時間帯にイエローカードが出ました。勢い余って思わず行ってしまいましたね。素早いリスタート。ボールを奪った。プレスが効いています。田中達也、危険なスルーパスでしたがよく読んでいました。金子翔太、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。ディフェンダーがここで食い止める。この選手は SNS などで話題をさらっているようです。もう怪我をしたところは問題ないようです。今日からスタメンに復帰しました。数週間とはいえ中心選手の離脱はチームにとって痛手でしたね。コンディションが問題ないならチーム本来の戦術も機能するようになります。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。距離的には狙っても良さそうです。キーパーがボールをキャッチ。これはキーパーが反応します。エウシーニョ、このパスはカットされました。ボールを裏へ上げてきました。攻撃に移りたい。ボールをキープしています。チームはここまで苦しいシーズンとなっています。ボールを持った時もパスの出しどころを探している印象ですね。ゴール前、キーパーが積極的に出ています。クリーンなタックル、ボールを奪いました。見事な視野です。いいスペースにボールを出しました。ドリブルで進みます。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。
イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。監督も怒っているようですね。もう少し落ち着いていけと言いたいのではないでしょうか。シュートコースにディフェンスの選手がこれは大きく外れました。マークされていたのでしっかりと頭に当てられなかったようですね。田中達也、小塚和樹、ここはディフェンダーが読んでいました。このパスは読んでいました。知念慶、おっと裏へ出した。ポストに当たって決まった。キーパーは外に外れると思ったんじゃないでしょうか。シュートした方はポストに感謝でしょうね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。これは相手にパスしてしまいました。小塚和樹、ここでインターセプト。相手に渡ります。絶妙なパス、スルーパスを狙った。かろうじて防ぎましたが、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ここはキーパーが抑えます。気合のこもったセーブの後は落ち着いて抑えました。ゴールは確実かと思いましたが、よく止めました。ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターは失敗に終わります。ボールを運んでいます。同点ゴールなるか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。止めた。ボールが転がる。今のが決まっていれば試合は振り出しに戻っていましたね。相手キーパーのスーパーセーブでした。福西さん、現在のような展開が続けばチームは相手にリードを許したままハーフタイムを迎えそうですね。はい、まあエスパルスの選手たちもこのままでいいとは思っていないでしょう。この後か後半のどこかで仕掛けてくるんじゃないでしょうか。ドリブルで果敢に攻め込みます。前方に運びました。金子翔太、さあどうだ。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは後半戦の開始です。小塚和樹、まずはパスを回して隙を狙います。PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。ここは冷静にペナルティを決めました。
PK をきっちりと決めました。大事な1点ですよ。違うアングルから見てみましょう。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。清水エスパルスがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。これは見事に奪いました。小林誠吾、中盤に下がってボールを受けました。このボールは決定的。このクロスはブロック。これは危ない。さあ打てるか。タックルで防いだ。まだピンチは続いています。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。ショートコーナーです。再びコーナーキック。ボールを入れた。ここはクリアしました。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。カウンターアタックに入るか。追い上げなるか。素晴らしいゴールです。カウンターが決まりました。うまく引き込まれた感じでしょうか。カウンターへの警戒が少し薄かったかもしれません。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてミドルレンジからキーパーの届かないところを狙ってきました。針の穴を通すようなコースでしたね。先ほど罰が出た選手との交代です。やはりダメですか。このパスはカットされました。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここはディフェンスが対応します。いいカットです。ボールを奪いました。入れば同点となります。危ない場面でしたがクリアしました。やりました。クリアすべきでしょう。相手が触ったのでスローインですね。いいパスです。視野が広いですね。いいボールが出ました。さあこれでハットトリックとなりました。クロスもいい位置に入りましたが、ここを合わせた選手を褒めましょう。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。さあ選手交代です。逆転への起爆剤となりますでしょうか。ヘナトア・アウグスト、清水エスパルスがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。見事な視野です。
チャンスと見て打ってきましたが惜しくも外れました。福西さん、思い切って狙ってきましたね。はい、点差もあるので今みたいにどんどん打っていいと思いますよ。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ボールを奪った、いいタックルでした。副審の旗が上がりました。オフサイド。素晴らしい読みでインターセプトしました。ボールロスト。ディフェンダーがうまく読んでいました。スローインでのリスタートとなります。絶妙なパス、つながる。ゴール。まだ諦めていません。これで1点差ですね。終盤ですが同点も見えてきましたよ。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。どうやらサイドをつけそうです。タックルでボールを外に出しスローインになりました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。このパスはカット、読まれていましたか。サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。ドリブルでボールを前へ。同点に追いつけるか。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。時間はありませんが試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。チームは巧みな試合運びを見せリードのまま勝利しました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次節にも期待しています。